気に入らねえ。ああ、どうしたっちゃん。どうにも気に入らねえ。また始まったよ、あっちゃんの気に入らねえが。今度は何、ゾゼオリンピック。ちげえよ、あのスカしたメガネ野郎だよ。ああ、うちのクラスの坂本とか言ったっけ。あの野郎、なんか生意気じゃねえ。確かにちょっと目障りなやつだな。動きがいちいちイラッとするんだよな。くっ、ちょっと顔がいいからって女子にチヤホヤされやがって。結局そこかよ。ま、結局そこだな。ちげえよ、俺は。いやいや、あっちゃんだってなかなか苦み走ったいい男だぜ。そうか、そういうケンケンだって金髪かっこいいじゃん。マリオだってそのちょんまげ男らしくていいぜ。そうだよ。そうかな。県立学文高校1年2組に入学早々学校中の注目を集める生徒がいた。日直さえもスタイリッシュ、ランチタイムもスタイリッシュ、廊下に立たされてもスタイリッシュ。その一挙手一投足がクール、クーラー、クーレスト。圧倒的にクールでスタイリッシュな学園生活を送るその生徒の名は坂本ですが、スタンドアップ、顔をけなし、帰るバイユース床にさばいてほら、ナイフ&フォークで平らげる、オーライフ、リザのエクレス、セット完了。お、来た来た。ねえ、ちょっとやめなよ、そういうことするの。うっせえな、こんなのただの遊びっしょ。でもなんならあんたが代わりに来るぞ。おはようございます。坂本の野郎、やれやれ、にわか雨ですか。
どうした坂本、机がないのか。坂本君、よかったらアイナの椅子に。いや、私の横に。いや、お気になさらず。僕はここで結構ですから。ヘイティーチャー、授業を始めてください。まあ、じゃあ176ページを開いて。あー、マジうぜ、超絶うぜ。あいつどこ中出身だよ。入学早々目立ちすぎだろ。あー、気が収まんね。じゃあさ、あいつ一遍本格的に締める。坂本君、うん、あのさ、先生が明日の授業の準備手伝ってほしいって、放課後理科準備室に。失礼します。おい、暴れさせんな。下は職員室なんだから。わざわざどうも坂本くん。坂本、お前どこ中出身だ。調子こいてんじゃねえ。僕は私立イノセンス学園出身ですが。イノ、死んねえよ。まあ、やばい先輩らとのつながりもなさそうだし、よし、じっくり遊んでやるか。顔面100本ノック。まあそうせくなって。そこら辺の薬品ぶっかけて生体実験。あ、いいじゃん。全裸に靴下姿をしゃべってクラスの女子に一斉送信。それだ。よかったね。これでお前も変態デビューだ。ケスが。お、いいじゃん今の顔。とっとことっとこ。あ、なんか攻撃さ。うお、なんで。しまった、タバコが。ああ、もうめんどくせえ。だって、しゃあねえ、一旦逃げんぞ。あ、開かねえ。ざっけんな。誰だそこにいるのは。開けろ、ぶっ殺すぞ。あちゃん、携帯で。あ、そっか、はやぶさ先輩なら絶対来てくれる。俺、携帯教室だわ。俺も、だが。あ、充電切れた。どうすんだよ、もう。死んねえよ、先輩。そうだ、火を消せる薬品とかあんじゃねえの。下手に触ると火傷しますよ。お前は何平然としてんだよ。今の状況分かってんのか。閉じ込められて死ぬかもしれねえんだぞ。やれやれ、本当に騒がしい人たちだ。どいてください。キギレペティションサイドステップ。何やってるんだ。いや待て、あれは激しく左右に動くことで風を起こしてる。まさか、まさかお前はその風で火をかき消すつもりなのか。冗談だ、そんなことができるわけ。いや、あの目を見ろ。一切の迷いがない。心なしか火の勢いも弱まった気がする。なんか上が騒がしいですね。ちょっと見てくる。おいおいおい、その程度かよ。あなたこそ息切れが甚だしいですよ。俺の俊足舐めてもらっちゃ困るぜ。俺の残像についてこられるかな。失望させないでくださいね。なんやなんや。おい、お前ら。おい、
体何の儀式や、坂本。一身上の都合により火災が発生し、部屋から脱出できない状況に陥りましたので、下の階の先生方に助けを求めるべく騒がしくしておりました。風を起こしてたんじゃ、まさか俺らをはめやがった。で、その一身上の都合いうんは。彼らにアルコールランプの手ほどきをしておりました。全ては僕の責任です。そうか、クラスメートに勉強教えんな結構だが、勝手に使ったらあかん。職員室に来い、反省文書いてもらう。やれやれ、一筆したためますか。全て筆記体でね。なんだよあいつ。結局俺たちは試されたっていうことか。まあな。でも久々にいい汗かいちまったんじゃねえの。た、今さら復活するなっつうの。これ待ち受けにしようかな。どうした、あっちゃん。悔しいのか、坂本にやられちまったことが。ああ、やられちまったな。見事にな。まさかあんなことやるとは思わなかったぜ。乾杯だ。完全に俺たちの負けだった。やられちまった。ああ、そうだな。うん、確かに。やられちまった。ああ。うん、やられ。うるせえよ、いつまでうじうじ言ってんだよ。もしかしてあっちゃん、取られちまったんじゃねえか。あ、何を。坂本は何も取っちゃいねえだろう。ほら、あれだよ。奴はとんでもないものを盗んでいきました。ああ、あなたの心です。だっはぁ坂本、かっこよかったな。皆さん大注目、これ俺。へえ、すごい、セラ君おしゃれだもんね。まあ目立っちゃうよね。でも読者モデルの俺としてはもっとみんなにもおしゃれを楽しんでほしいわけ。そこでセラの着回しセブンデイズ見る？いや、毎日制服だし特には。ああ、オッケーオッケー。じゃあ制服でできる上着着こなしテク、みんなに教えちゃおっかな。号外号外、みんな見た今日の新聞。なになにここに飛んでる。すごい、行ってよ坂本くん。そ
人違いじゃないですか。もうこの飛行タイプは絶対坂本くんでしょ。なんでいつもあいつが注目の的なんだよ。気に食わねえ。ぶっ潰す。この時代に起こった乱とは分かる人。はい、坂本。1837年、嫌味な大塩平八郎の乱。覚えやすい頃セットで模範解答です。今日もまた最後まで避けやがって。水それ今調整中だぞ。くそ。ざま。お先いただきました。じゃあこの演習問題 B を半までに各自解いて。くそ、潰そうとすると余計目立ちやがる。一体どうすれば坂本を出し抜ける。ハチ、どこ。ここでかっこよくハチを倒せば。ほらそこ。でかー。おー、進めました。ガチだ、逃げろ。おい、調子。おい、やべえ、ハチ子を俺ら狙ってやがる。今すぐ制服を脱げしたら。先生、ハチは黒くて動くものを攻撃する。私はかつてスズメバチに襲われた。かろうじて一命は取り留めたが、次はない。命が惜しければハチを捨てろ。おいおい、みんな正気かよ。たかがハチだぜ。着こなしもクソもねえな。でっさ、ぐわっ、ハチ、こわっ。おい、嘘だろ、坂本。お前は、この後に及んで、ハチの視線までも、独り占めにするつもりか。その命尽きようとも。それに比べ、俺は…いや、恥は捨てても捨てきれねえもんがあるじゃんよ。おい、セラ、お前まさか。俺だって注目浴びてんだ。あなたもミスタービーも授業中ですよ。静粛に。マジかよ、あのハチと互角に針を交わしてやがる。マナービーンズ。
さ、授業を続けましょうか。俺としたことが奴に見入ってしまった。しかしよ、お前よくそんな格好で蜂に挑めたな。え？思い出したらセラって面白いのな。これいける。さあみんな席に戻って答え合わせだ。と言ってもこの騒ぎじゃ演習 B は解けずじまいかな。証明済みですが、可能性を試すなら今だ。4初には目もくれず演習 B に夢中だったってか。ワオ。というわけで俺お笑いやることにした。そこで坂本頼む、俺と組んでくれ。寺院にて精神統一ですか。それは座禅。お断りします。つうか、俺たちいつまでバレーボールやってるんだ。さあ。さあ。な。もう帰ろうぜ。ああ。黒沼愛菜です。私は1年2組のアイドル。クラスの男子はみんな私が気になるの。ちょこっと甘えてみせれば誰だって私に一からよ。ただ一人坂本くんを除いては。坂本くん、アイナに夢中にさせてみせる男を落とすテクニックで。次回の坂本ですがは、守られるより守りたい今日から使える恋愛心理術の2本よ。